女池インターチェンジは、新潟県新潟市中央区、女池にある国道8号新潟バイパスのインターチェンジ。構造はダイヤモンド型である。東インターチェンジで接続する新潟県道16号、新潟亀田内野線を介して、北側は、新潟県庁舎、千歳大橋方面へ、南側は、万越自動車道の新潟中央インターチェンジ、新潟市民病院。 鳥屋の方方面へと接続している。バイパス西側方面と、中央区中心部方面とを連絡する、最寄り IC であり、また、新潟市民病院や鳥屋の方公園、新潟市産業振興センター、新潟県スポーツ公園、新潟テルサなど、鳥屋の方南部地区に所在する、主な公共施設への最寄り IC として利用されている。また、新潟バイパスは、 大半の区間で6車線となっているが、東インターチェンジでは、東高、西行とも左側車線がそのまま、ランプウェイとなるため、本線部は4車線に減少する。これは、新潟バイパスの6車線区間にある竹尾インターチェンジ、やえびがせインターチェンジと同様の構造で、混雑時には、i c 前後において、車線減少による、ボトルネック渋滞が発生しやすい。 開通当初は、暫定に車線であり、平面交差の交差点として開通した。その後6車線化の進捗とともに、立体交差化されている。IC 北側の小針の木関谷線は1927年に、IC 南側の女、池吉見木線は1967年にそれぞれ、都市計画決定された道路だが、新潟バイパス開通当初は、ほぼ未開通で、 特に南側のその木方面は、未舗装のままであった。北側の区間は、千歳大橋の河橋や新潟県庁舎の移転に合わせて1985年春に、女池上山、歴史ママが開通し、南側の区間は、鳥屋の方周辺の都市開発や万越自動車道の建設に合わせて、順次整備が進められ、1992年に開通した。 新潟市から県内各方面に至る高速バスと、郊外線路線バスが発着するバス停留所が、IC 北側の女池上山交差点先に設けられている。新潟県、県内高速バス路線図。ありがとうございます。